こ,っちって <laughs> こんばんばはからやってきまましししたあ達也ですすよろしくお願い皆さん、今日きょうはです、ね、あの人生の諦めの蓋たを取って帰ることにしましょう。 クリスチャンになってからも蓋は本当に閉められていくんですけどもでも最初のこのイエス様に出会った時のあの感動がある限りはいつもでも最初のこのイエスに出会った時のあの感動がある限りは 取れ続ける人生が待ってます私たちの教会はですねあの先ほどの V で、えー、見たと思うんですけれども刑務所から帰ってくる人たちが直接教会に来ます。 あるいはです、ね、最近はです、ね、ヤクザの事務所、オフィスから逃げて直接私のところに来ます私も含めてです、ねあのー、学校もまともに行っていない人あるいは親から直接ちゃんとした教育を受けていない人たちは。 本当にこの人生をやり直すのが大変なんです。Uh, discipline. 夜寝て朝起きることが始まりまりす 当たり前のことをバカになって、ちゃんとできないんです。最近、ヤクザから直接、ですねあの相談の電話がかかってきます。Uh, 俺はこんなことをするためにヤクザになったんじゃない。 they say that I didn't become Yakuza to do this kind of job おじいちゃんおばあちゃんを騙してお金を振り込ませるという詐欺が横行しているんですけどもそれをヤクザが最近やり始めたって言うんです in Japan there are a lot of con jobs but the very low level con job is to con the elderly、s. and they say they pretend that they're grandchildren and ask for money from them ヤクザの歴史というのはですね、古くはあチョンマゲのげの侍の時代からあるんですけども、ヤクザの歴史は、なぜ日本のヤクザが市民権を得たのか ?How did Japanese ヤクザ was able to become a citizen of Japan? あのこの間の戦争この間の戦争って70年も前だけど、えー、戦争に負けた日本人が、えー、力を失っていた時です日本人は、えー、韓国の人とか中国の人たちを すすごく虐げてて日本でで使っていたんです time, しかし、アメリカに戦争に負けたときに、このこき使われていた韓国や中国人の不良たちがあ、日本人に仕返しをし始めました。 But when Japan lost against uh, America and other countries, uh, those people that Japan, Japanese people were uh, enslaving, they actually wanted to take revenge off of uh, Japanese people.

しかし今この戦争から70年経った今ヤクザは自分の首を絞めてヤクザがヤクザでいることが難しくしてしまいました。But after 70 years of those histories ヤクザ days 強気をくじいて弱気を助けるというのはヤクザのこの、uh, 猛烈というか。one of the virtues that held was to destroy the strong and the virtues held the help the weak that was Yakuza でもこれは実際はですね弱いものをいじめてあるいは弱いものからお金を巻き上げていくこれがヤクザの生態です。On the 上納金というねお金を納めるために何でもします。 そして今、本当にこの日本の政府が本気を出して、えー、ヤクザが生きていかれないようにしています。And

これはでも実際にヤクザが弱いものをいじめてきた私は代償だと思います。でもね、私はヤクザをヤクザに伝道しているんです。本当に食べれない時に食べさせてくれたのはヤクザだったからです。 その世界に15年いたんです。Years, でも半分刑務所。<laughs> ヤクザやってた私が言うんですから、本当にヤクザ,ヤクザの生態を言っています。So、it, そのようにしてね、えー、ヤクザというのは、あ 朝起きて、楽をしてどうやってお金を得ようかなって考える性質です。本当ですよ楽しないでうしお金を稼ぐんだったらちゃんと勤めに行けばいいんです。 そして子供の時からね、ちゃんと1時間の授業をね、ちゃんと分かんなくても座ってるっていうのがこれはもう大事なことなんです。It, it is Even if you それが8時間1日働く大人になってから働くその基礎になってくると私はもう。 Because that discipline actually works when you are an adult and working eight hours a day. So those of them who are in prison thinking that, oh, I cannot live like this anymore, those are the ones who come to the church. But only one out of ten can actually go back to the society. 現実です嘘ではないと思いますよ、その人たちの本気、最初の本気というのは。Really、社会復帰するということはです、ね、マイナスからのスタートです。For マイナス、プラマイゼロがここだとすると、出生してきたら、マイナスもう30ぐらいからやらなきゃいけない。 でもこのマイナス30からプラスマイナス0まで持っていくこれが大変な私たちの、ね、作業だと思いますよ。And I think for やめる理由はたくさんあるし、ね、やめたくなるような傷つくこともあるけれども、やめない。これは、私が神と共に見た夢があるからです。コストコ、ストパフォーマンスのも悪いし、なんで俺はこんなに気か傷つかなければいけないんだと思う時もあるけれども。there are a lot of times that I'm not really being productive or I'm hurting or I'm hurting others。 神様と出会った時のこの喜びが私を支えています。その喜びを思い出すために、思い起こすたびに私はこの諦めの蓋いややめようとするその、タンの蓋をいつも取り除けます。 それがキリストの力です。私が経営者トレーニングの中でお話しさせていただいたことが何度かあるんですけど、社長さんに聞きました。The, the あなたは何で起業さ,せされたんですか その人はこう答えました。Like、this, 大きな家に住んで、house, いい車に乗って、car, 海外旅に行して、world, お金いっぱい持って、私はこう答えました。ヤクザと一緒だね exactly the same as ま a た。私はこ まさに、ヤクザか経営者の違いだけで、同じ、ね、考えなんです。Za, all, all, you know, どういうことかというと、全部自分、全部自分、自分が中心です。これ、自分が神って言うんです。 でも人生の成功って何でしょうか確かにお金が入ってくるあるいはいい車が与えられる、ね、だけどそういうものは後からついてきてもいいんじゃないですか course, money, もっと言うなら そんなものがなくても、神様の目から見て、どこが神様に集中しておられるところかってことですよ。From the eyes of God. 神様が見ておられるのは、私たちのこの人格です。 どんなに豊かな生活をしてても私たちのこの心の中がいつも自分中心に回っていたら神様は NO って言いますよ。イエス様、イエスキリストに出会うってことは実は救われるだけじゃなくて考え方が変わるんですよ。 見つけたら、あなたは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 あな e はあなたはあなたは e d たはあな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 たはいなたはあ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 なた but their way of thinking hasn't b e はあなた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 しあなたは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 あ人生の大切さがあると思います。 では私たちの人生の成功って何でしょうか私の人格がキリストに似てくるということです。Like、これが私の人生の成功ですそして皆さんのの人生成功だと思います。そして皆さんの人生の成功だと思います。 私が刑務所にいたときからお話しすると、三回目の刑務所のときにイエス・キリストに出会いました。三回目のときはですね、格子椅子にやりすぎて首になってました。 When I was in prison for the third time because I used too much drugs that my uh, organization kicked me out, disowned me. And on top of that, my wife disowned me. So I had nothing left in my life. I was and because I did so many bad things, I was in the solitary confinement. So when I was in solitary confinement, I had an idea. In order for me to get out of this, I need a petitioner petitioning for me to get out earlier. I can ask that pastor. そうだ、一度話したことあるあの元ヤクザの牧師に頼んでみよう。And I 実はは私私にに洗洗礼礼をを授けたた牧師も元ヤヤククザザですしい And I as well. そしてその牧師に手紙を書きました、so、喜んでそのことをしてくれたんです、えー、そしてその牧師にね、えー、牧師が喜ぶことを僕はお返ししようと思いました And being a yakuza, I wanted to pay a debt to uh, repay the debt that he gave me, and I wanted to do something that he's going to be happy about. And what I thought about was, okay, I'm going to read the Bible, and then I'm going to write an essay about it <laughs> and send it to him. <laughs> That's a very boring idea, don't you think? あのね、独房っていうのはね、時間がたっぷりあるわけ。だから、聖書も進む進む。もうね、創世記から読め始めたのね、私。12章までは本当苦痛だった。でも、12章からは。 アブラハムが出てきたら面白くてね。モーセが出てきた時はもうしびれましたよ。だけどレビキにはつまずいた。だけど 頑張って斜め読み。But I actually through. <laughs> とうとうね、私の人生を変えるエゼキエルに出てきたの。エゼキエルはね、うんこが出てくるんですよね。あっ、だめで言っちゃだめ。<laughs> 俺、ほら、精神でで、ほら、低いから。<laughs>

そこでエゼケール33章の十節皆さんこれ覚えてください、3の3の1、1。E、33 11, 33 11. 1> 私は悪人が死の喜ばない、かえってその悪人がその態度を食い改めて、生きることを私、神は喜ぶ、立ち返れ、立ち返れ、お前の悪しき道から、イスラエルの家を、神道達也を、どうしてお前が死んでもよいのだろうかって、見言葉ばがドドンときたんです。 So this scripture came to me: uh, "Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Turn, turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel?" It's the perfect verse for yakuza. もうギャングに絡まれたら見言葉を出してくるヤクザはねね、死んだら地獄行ってもいいよって開き直ってヤクザやってるんですよヤクザ is having a life saying that oh it's okay I can go to hell で誰からも愛された経験がなくてヤクザやってる人が多いんです There are a lot of ヤクザの組織っていうのは他人が家族を形成していくんです他人なのに、ね、兄弟って呼ぶんですよ教会と一緒ですもう一つ言うと 生産式で始まるんです。ヤクザのメンバーになるには同じ酒を飲まなきゃいけない。もうや、や、えー、教会とヤクザは似てます。似てるよ。 ただほら正しい方向に行ってるからね。Right、<laughs> でも他人が家族になるんだからね。Family, キリストの体になる教会ヤクザの体になるヤクザ <laughs>、so、united, この御言葉にあった時に俺は愛されてるんだ俺はね。生かされてる存在なんだって本当にわかりましたよなる、so、when I came across this scripture I knew that クリスチャンの方からね、しつこくしつこく教会行きましょうよって言われたことないから俺。みことばで神様信じたんです。ヘビル書4章12説はこうありますでしょ神の言葉は生きていて力がある。モノハするよルに鋭い。 Hebrew chapter 4, verse 12 says, For the word of God is alive and active, sharper than any double edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, this living word came into my soul. もう見ようも知らない喜びがね、やったーと私はね、飛び上がって、やったーやりましたよ。独房だからできたんだよね。だけど、看守がやってきて、うるせえって言われて。

continues to grow once you start working with the Lord of course our lives even after being a Christian it goes up and down and up and down so when I go down I remember God tell me to rejoice always and uh, give thanks in everything and pray unceasingly 例えば親が死んで子供が死んで喜んでいるやつは頭おかしいですよ。でも私たちはどんなに霊がダウンしたとしても、いつも喜んでいるってことは、この救いの喜びを持ってるってことなんだよ。The reason that we're able to rejoice is because we have that salvation, the joy of salvation. だから、蓋を取るってこと。 私はその聖書をねもらった時にね3番目の奥さん、ね、今の奥さん四番目なんだけど。あは4番目なんだけど。あなたにはついてきません。別れさせてくださいって言ったときに。 もう牢屋だから追っていけないからね分かりましたその代わり聖書を届けてくれって言ったんですそれはヤクザでありながら今牧師をしている私の鈴木先生という存在があったからですよね 私は本当にその人がいたからこそこう聖書を読む気にもなったんですよね。There, その聖書をね、そのかりよっぽど別れたかったんだと思うんですけど、次の日に届けてきましたよ。 I think she really wanted to divorce me. She gave me the Bible the very next day. <laughs> <laughs> Only thing that I have left is this Bible in my hand. <laughs> <laughs> and there was a little flyer in the Bible saying that uh, Bible class. 申し込み用紙ですねはが,きがった時間はたっぷりあるから私は申し込んだ,し込んだそしたらそこの先生から手紙が届いて、ね、そこは東京コー所じゃないですかって。私の友達もそこに入っていたけど。 頑張ってもう、もう今は真面目に生きていますから、あなたはできますって、励ましゅんで、手紙が届いたんです。プラス3万円の献金が入ってた。心が優しいから、 本当に私はちゃんと学ばなきゃいけないと思いましたよ。その時に初めて、だってクリスチャンに会ったことがないんだよ。だいたいね日本、日本で1%未満なんだからね。In Japan, 絶滅危惧種。Almost near to extinction. 探すのが大変。

でも皆さんよく分かってるでしょでも、s <S 清くて正しくて美しいクリスチャンはいないんです。あ、いるいるいいいい。いや、ごめんなさい。<laughs> それを目指しているクリスチャン。でも、あなたは清くて正しくて美しかったら神様いらないじゃん。if you are holy, just, and beautiful then you holy you don't God just are and then need 自分の醜さを知ってみんな、イエス様にしざまずいたんでしょ b a p t i s,、so、and and <S のヨハネの時から、イエスキリストの周りにいた人たちは、罪人友情主税人だから。ようこそう罪人の世界へようこそ。<laughs> Welcome to the world of sinners。<laughs> それが、

今だに米沢市で経営しております。米沢息子さんの時代ですけど。The, 彼と文通をしている時に、いつも彼はあなたはできますって励ましてくれました。So every time I あなたの人生には計画があるんですって励ましてくれました。だから私は本当に聖者に向き合うことができたんです。よし、俺はクリスチャンになるぞという夢を見ました。でも、もっと大きな夢も見たんですよ。 受受者者ででありながら受刑者を助けるんだっていう夢です私はこれが神と共に見る夢だなと思いました。やがてて雑居房にににに移っったた私はは仲間に言いました俺はクリスチャンになるぜって So after I came out of the, uh, the, the uh, uh, solitary confinement, I told others in prison, "I'm gonna become a Christian." <laughs> All of them said, "That's funny story." <laughs> <laughs> do you know what you do when you're in prison? 営業活動です。私あの、覚醒剤を、ね、全国配送してたんです。もう20年前ですけど、アマゾンプライムのようなことをやってたんです。電話一本で次の人届きますみたいな。

これはアメリカの刑務所もあまり変わりないと思います。Well. でも本当に受刑者が帰る場所はギャングのところでいいんでしょうか 刑務所にいる人たちが教会には生きる場所があるんだよって僕たちは言い続けなければいけないと思います。Prison, church, そししててねねねね刑務所の中でで、ね、年にに回、ね、偉い人が、ね、講演しに来てくれるんですよ when you're in prison twice a year, uh, this famous person would come and share a, a lecture. But I think they have a very bad selection of those lecturers. They're actually like the police officers in the higher up. Those people would come and lecture us.

聞く耳持ちませんよ私は神様に約束したんです。あそこに立 God, God, there, 私の話ならきっと聞いて私れるは神様っ約束したのです。あそこに立つことができます。 でも、思いの中に神様は語ってくれました。お前は必ずあそこに立つって。この約束と、この夢があるから、私は今ここに立ってるんです。日本だけじゃない、アラスカもハワイも、いろんなベトナムも、いろんな刑務所を行っています。 神と見る夢が実現しているんです。e なたはそれを見る夢を実現しているんです。仕事にしても、牧会にしても、やめる理由はいくらでも見つかります。でも、やめない。 負担がかかっても必ず取る。And even that comes from the 私のこの喜びがあるからです。それには長いプロセスがありました。ヤクザ辞めましたって言って教会行ったって誰が信用してくれるんですか Even if you say that, oh, I quit yakuza and go to the church, who would believe you? You have to keep on trying every day, even the small things, in order to earn trust from others. When I began working after I came out of the prison, uh, I started this job, but my superior was 10 years younger than me, and he treated me really badly. So, in my head, I was thinking, Who do you think you are? Do you know who I am? And I wanted to take off my shirt and show my tattoos. <laughs> that was happening in his head. <laughs> 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 やってよ <laughs>。だけど、やらない。考え方が変わったから。My thinking, my 以前の私じゃないから。No、キリストが私の中に生きてるからです。るからです。これをプロセスを経て今があるんです。 And through the long and hard process, that is why I am here today. So I started planting a church after I came out of the prison two years after. <laughs> I don't think you should do that. I don't recommend. But with the, the force, somehow, I began planting a church. I began with in, in, in that place, the bar. If you have a church at the nightclub or the bar by ex mafia, who's going to come to the church? If you go there, then they're going to pickpocket your um, wallet. 私にはねあの、中太郎というかわいい犬が一匹いたんです。I have a dog named <laughs> <laughs> 最初の教会員です。もうかわいい、忠実な教会員だ。アーメンですか、バン <laughs> でも私は夢を見ました、いつも。私のこの説教を満席が聞いてるって。今はいないよ。やがて満席になるんだよ。Eventually, gonna bring people. さっきの部よりも今全然いますよ。 これが信仰を使うということです。You action actions. ヘビル書1章の一節にはこうありますよ。In Hebrew, 11, verse 1, 信仰とは望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものだって。 日本語の聖書では保証ってなっています。答えというのは壊れてもまた来るんです。たとえ私たちが霊的にダウンしたとしてもまた来るんです。たと e 私たちが霊的にダウンしたてもまたとてます。え私たちが霊的にダウンしたとしてもまた来るんです。てもまた来るんです。たとえ私たちが霊的にダウンしたとしてもまた来るんです。人生がね、自分は倒れたったと思っても必ず立てるんです。 If you feel like your life is being falling down, even with that, God's going to assure us that He's going to use that warranty to lift us up again.: So it's okay to fall as long as you stand up again.: Only true loss is when you fall down and you feel like you cannot get up again and you give up. 私はいつもこの神様との夢をいつも実現するためにそれが私のエネルギーとなって今ここに立っているんです。helps me to raise up again. 私だって刑務所出てきた時はここら辺から始まっているんですよ。でも今こうやって立ち続けているのは誰かの人生がね立ち上がるようにこうして今も頑張っている。 And the reason that I'm here today, right now in front of you, sharing is because there's that dream, and God is helping me to stand strong. 開拓しても, oh, so I worked for five years. So I finally felt like oh, now I can see and face Tsukiyoka-san, that man who uh, sent me the encouraging letters. その時はもう弱っていて、えー、記憶があ忘れてしまう病気でした。だけど会うこととはでででききたんすすよね him, him 今でもおご家族と付き合いがあります、so 間違いなく私の人生を励まして、私の人生を立ち上がらせてくださったのはこの人だからです。It is because that, 私が刑務所に行くのもこの人がいたからです。 The reason that I go to prison today right now to help others is because of him. So now I receive letters from prisoners 30 or 40 every month but I write to them each one of them every time. 私がその手紙で 励まされたからですその手紙によって私は聖書を読むことができたからです。そのような人になりたいと今も思ってます。モデそして私にとっては素晴らしいクリスチャンがこのようにして目の前にいてくれたんです。 もうアルツハイマーだからねあのいろいろお勝手に行くたんびに初めましてって言うんですよ。でも帰りしなに私のこと気がついたんですよ。え、刑務所が出てきたんだね、進藤さんって。

でもこの人がいてくれるからこそ私は頑張ってこれたんです。But because of 私は誰かの月岡さんになりたいんです。私は誰かのさんになりたいんです。さん someone else。人生をやり直すのに、決定的な違い、できる人とできない人の違いは、ね、手放しで喜んでくれる誰かがいるかいないかです。家族に捨てられ。 友達に捨てられ、どこにも行きとこないから私たちの教会に来るんです。でも、このキリストの体の教会の私たちは赤の他人だけれども手放しでその人の構成を喜ぶものでありたいと思っています。 4年前にこの月岡さんが亡くなってしまいました。Ago, 私はあもちろん葬儀に来ました。Funeral, その葬儀は2日間で延べ、えー、何百人、えー、500人、1000人近い人が入ったと思います。 そしてそのお、えー、葬儀の花間はね 日本の国会議員とか市長さんとか県会議員がず,ずらっと並んでました。本、so um, uh, 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 本当にこれくらいの人たちがいたと思いますよ。I think で私は一番後ろの方で小さくなって聞いていました。So、本当にね、世話になったな。最後の最後になって、模主である娘さんがこう言って私を呼び出したんです。End, the, the, うちの父が晩年。

聞いてねえしみたいな。You tell me. Not prepared. でも電動車の端くれですから私は喜んで前に来ました。皆さんに言ったんですよ。人生の成功者の証であるこの葬儀を見てくださいって。従業員を何十人も抱えて、えー、大学の講師であって。 He was uh, an uh, owner of this company with a dozen of workers and he also taught at university. And those are all the flowers that he received from powerful position people. He is a very successful person. So, but I said, why this successful person would write a letter to someone like me? If you're a normal person, you don't want to associate with anyone like myself. But he wrote letters to me. That is to live Christ. 私はこのような人になりたいと思ってますって。Like、これがクリスチャンライフですって。今もそのように思ってます。ヤクザっていうのはね、社会でできない人がヤクザになるんです。 そのヤクザもまともにできないで、一人ぼっちで独房にいた私に声をかけてくれるってどういうことですか ?I couldn't even be a Yakuza .I got kicked out f r o m the Yakuza organization.I was in a solitary confinement, but he actually paid attention to me. これがキリストです。That is Christ. 人生の蓋を取れるキリストが今日ここにいます。 Christ, who can take the lid off from your life is here today. He lifted off that lid of my life. That was, I wanted to give up my life. If you are giving up on your life but you want to get rid of that lid I want to pray with you. Let's take that off and go home. 自分が取ると思わなければ取れない。Not happen. 自分が人生に立ち上がろうと思わなければ立ち上がれない。自分が人生に立ち上がろうと思わなければ立ち上がれない。私一人の力ではどうにもならないと思っていても、イエス・キリストは生きています。今日、そのキリストを体験してください。今日、そください。の体験今日、そのキリストを体験してください。今、そのキリストを体験してください。 神と見た夢を今実現している私と共に、イエス様と共に歩んでみませんか今まで孤独だと思っていても、孤独ではないことが証明されてきます。ぜならイエス様は生きておられるからですなこれが私のれす。 じゅっと短くした証です。<laughs> 詳しい話はですね、またこの次の機会にまた飽きたらいい話したいと思います。<laughs> <laughs> 皆さんの祝福を祈りたい,祈りたいと思います。天の本当の私のお父さん、感謝します。今日こうして こんな遠くの人とあなたを礼拝できることを心からありがとうございます、so、生きて働くイエス・キリストが私の人生に働いたように今日今ここに来ている人たちの人生に働いてください Jesus, あなたの手を取ることができるように

解決の糸口をあなたが与えてくださいますように気づきを与えてくださいますように <them> あなたに そして、ケって、そしてそのに生きるそのクを与えてくださいまカ心から感謝してイエスキリストの名前によってお祈りします。ウィプングウィタンスギギギリングンジーズナネン。アメン。アリアトウゴザイマシタ。アリアトウ。 I enjoyed this so much. Uh, the Japanese jokes. Notice all the Japanese laugh first before the <laughs> before the English translation. That was that was wonderful. Um, I want to ask you a couple of questions. First, I want to let you know, um, Pastor Shino's wife Yumi was supposed to be here this evening. In fact, she was actually here in California, and then her aunt passed away, and so she rushed back to Japan, and is going to is going to come back uh, and rejoin uh, her husband on Friday. But uh, please keep her and her her family in. Uh, your prayers. Uh, Pastor Shin, if it's okay, I'd like to ask you just a few questions. Yeah. Uh, first question I thought about was you kind of painted the Yakuza as kind of a nice organization. I mean, they're, they're kind of like family, and you can go to them and they help people. Uh, tell me, what, what kind of an organization? We have an idea of what they're like. How, how bad are they? <laughs> 言えないぐらい悪いです一言で言うなら合言葉があります人殺しであっても詐欺であっても泥棒であってもバレなきゃいい they say that murder con job、um, uh, the stealing robbery whatever you do bad things if you're not caught it's okay 笑った they laughed at me. ただうちの母親に対しててては刑務所で出てきて私が一番最初にしなきゃいけないのは親に謝罪することだったので家に行って土下座をして謝りました。 その母親があの私の一番最初の宣伝者になってくれ baptize. Bapt 組の人たちはですね、あの僕はあのどっちかというと組を立て上げてきたので、あのもちろんなんだろう。 いいことは言わなかったけどあのなんだろうこう、足を引っ張るようなこともしませんでした。私のこのボスはですね、えー、僕が。

はい。 Uh, I was uh, driving the, the group's car uh, and I was drunk and I destroyed that car, Benz, Mercedes Benz, brand new. So I had to pay them back, but I didn't want to, so I cut off my finger instead. So, so I paid with my finger. <笑><笑>あの、so my boss actually cried for me. You can't buy back your finger with money. So that, that really um, gained respect in me for him. But when I met Christ, which was a bigger and greater boss, I couldn't keep him, but kept Christ. That's great. Isn't that amazing? Christ didn't lose a finger for us, he died on a cross for us. Amen. Hey, can you tell us? I want to close. Um, can you tell us a little bit about your church? Tell us about what kind of a church you have now, and who goes to the church. So we have the current yakuza or the ex mafia as well. Those who come up from the prison. But majority of them are just regular people. But they are treasures to me. えー、もう何年も前ですけど、教会の前で、村からのつかみ合いの喧嘩とか始まるんです。Uh, you know, ago, um, で、私がこう、間に入っていく。So、ここは教会だぞ This, <laughs> そこら辺で、えー、見ている女性の神徒がとか、ああ、もう怖がってこないかなって思ったんです。So

そしたらその彼女こう言ったんですよ。だってそういう教会でしょって。この人たちが変わっていくのよって。だから僕たちは過去を見るんじゃなくて、将来を見てあげるのは僕たちの仕事です。so is see our job is not to done potential of God do but future through their in lives and can and what they the the what have So I say that those people who have never been in prison are my treasures. <laughs> That's. Great. Now, your church was meeting in a bar, and just recently, you purchased a warehouse or a factory.: mm. right, To move into that, Tell us a little bit about that. Uh, what does it look like now? And what are you trying to do to that building so that you can move in and have a church there? あのですねあの、工場を買ったんです。もう、あのー、すごく奇跡で、もう本当に、あのー、買うことができたんですけども、礼拝堂が手つかずなんです。so it was a miracle itself to be able to purchase that building, but then the building is really old and we, we bought it, but then、uh, the renovation needs to be done, but nothing has been done yet. でその改装費リフォームに2000万かかると言われていますが。万、uh, uh, 万円はは $200,000 $200, $200, Okay <laughs> And we have $135,000 already given to us but then we still have shortage You still have about $65,000 to go, tell them we know all about that because we had to raise millions of dollars to move into this building <laughs> So, Pastor Shindo told me that when he gets back to Japan, they're probably going to have to take out a loan, see if they can get a loan. And no one ever wants to loan money, uh, money to the church. We've tried to do that ourselves. Mm. And so yeah. I just thought, wouldn't it be cool if we'd just take a love offering tonight? Uh, we'll take a love offering. And uh, I don't know, if we're going to raise uh, the entire $65,000. But, um, but hey, you know, just. <laughs> if you if you would just be so kind, whatever you want to give, um, there we have multiple ways that you can give. I don't know if we have that slide, but we're just gonna we'll have some ushers. We're not gonna pass any baskets. We'll, we'll have ushers in the back as you leave here today. If you want to drop something, and if you want to go online and give online tonight or tomorrow, anything that's given the next two days, we'll give every single penny of it to, to Pastor Shindo and his church. Okay. And then and he, he had no idea we were going to do this so I, i'm just telling you this for the very first time so, so whatever you give we'll, we'll give to him and then when you go to japan and kawaguchi which is just north of tokyo you can go visit that church and say hey we had a hand in helping you build this church wouldn't that be cool so one last, one last question what would you say to anyone in this room, and I'm sure there might be, there are going to be people in this room, feel like they don't have any hope. That they're at a dead end. That they, they don't know what to do with their lives. That they're living in sin. And they're trapped. Maybe they're trapped in drugs or in violence or in alcohol. Um, Know Jesus? 今話したことこれが全部じゃないんですけど人生,人生の解決は本当にイエス・キリストにあるんですね。 で本当に皆さんに私を変えてくれた。イエスキリスト、本当に受け取ってほしいんです。そのためにここに来たんですね。騙されたと思って、騙されるなら最後まで死ぬまで、騙されて生きてほしいと私は本当に思ってます。So Christ who changed my life is with you, and He can change your life as well. こんなに愛される人生がある。Kind of 教会は本当に愛されるところで本当に空っぽになってる空洞が空いて心の空洞に本当に愛を埋めてくれるところなので本当にまた 私は本当に命をかけてそのことを伝えています。今日初めてイエス・キリストの話を聞いた。 初めて教会に来たっていう人に本当に聞いてみたいんです本当にイエス様は生きてますから今日本当にイエス様を信じたいって知りたいってここに来れば先生を教えてくれるんでぜひもう一度ここに来たいっていう人はあいしてもらえませんか so if you want to receive that jesus christ into your heart, uh, uh, if it's okay, if you could raise your hands, that would be great. and, you know, that the church can support you. they can lead you. they can uh, uh, help you grow. so if you want to receive christ. どうですか? では、私たちの声をはいハレてください。私たちの声を聞げてくださった方のために皆さんクリださい。私たちの声を合わせて一緒に祈りましょう hands, already, では 手を挙げてくださった方。一瞬、私のオウム返しと言っても <laughs> 英語だから英語で。 私とと同じこそしって,って,て、クリスチャンの方何度告白してもめぐみですから。

私の罪のために、私の人生のために、私の悩みのために、十字架に、にかかって死んでくださったことを今、信じます。 And I believe that. 私の人生,に人生に入ってください。Please come into my heart. 私の人生を導いてください。Please guide my, heart, my life. 今まであなたを無視してきた人生をお許しください。forgive the life that I ignored you. あなたには許せない罪はないので、no、今許されて自由になったことを宣言します。I confess that my sins are forgiven and now I'm free. God the Holy Spirit, come into my heart. 私の人生を導いてください今日この時を感謝してイエス・キリストの名前によって祈りますアーメン,ーメンありがとう